なあ、そこの君、君には信じるものがあるか、守るべきものがあるか、共に戦う同志がいるか。これは現代を生きる君自身の物語でもあるんだ。どうだ松江、何か異変はないか。今のところ問題ありませんね。まもなく議会を終えた議員たちがやってきますが、警備は万端ですよ。警部、犯行予告をしてきたのは一体どんなテロ組織なんです？まだ判明はしていない。ただ油断ならない連中であることに間違いない。君たち、警察が厳戒態勢を取っているのはどういう理由ですか？何が起きているのかちゃんと説明したまえ。どうせ愉快犯からの脅迫だろう。議員、念には念をです。厳重にガードしておりますので安心してください。なんだ？お前らのどこが厳重なんだい？あれだ！ここにいる！なんだあれは？油断するなよ。今そっち行くから首を長くして待ってな。長すぎだ！権力者ばかり狙う犯罪機関ってな、貴様らのことだな。私らをただの犯罪者だと思われたら困るね。我らがサイボーグ組織シグマさん。シグマだと？出てこいヒロイです。おお、権力を持つ者の細胞が我らの野望に必要なんさ。次はそいつで。私？動くな！何者だ？俺は秘密警察の大門豊だ。貴様らの野望は俺が砕いてみせる。またバカな男が現れたか。お前一人で歯が立つと思うのか。一人ではない。見ろ。何？オートバイに顔があるなんて。そう、これこそが俺の相棒、そして俺の兄弟、ザモーガーだ。チェーンチマシザモーガー。おお、
がゴだ。やっとやっつけたか。現れたか、シグマ大魔城。おのれ大魔。だが米倉議員の DNA はもらった。サラムだ米倉議員。レスポーン。許さん、大門豊か、この男許さん、何かある。第1部、戦え天神ザボーガを破壊するため我らは一刻も早くジャンボメカを完成させねばならん。そのために必要なものは何だ。パッチドリ1万人を超す人間の細胞。なぜにバーナイジャンボメカの肉体組織を形成するため。誰もでもいいの。艦隊男爵。今のは君でるわ。ミス・ボーグよ。はっ。お前が上がった米倉議員の細胞はどれくらいの価値があると踏んでるの。早速新物質ダイモニウムでこの細胞を合成してみます。細胞よ、ジャンボメカの肉になれ。
小指か。お前が襲った男は恋人との勝ちらしいぞ。申し訳ありませんでした、久野宮博士。このまぬけ。何やそれ。ミスボーグ、どんなに男勝りでも頼りにならんもんだな。俺たちは人間だった頃から女が好かんでた。自尊心ばかり強くて戦略が立てられんからな。何よこのメス機械が。くだらん。やめちゃえ、そんな仲間悪い。一時も見る価値なし。不憫な死人のお前らをなぜサイボーグとして蘇らせたか忘れたか。はあ、我ら人間に裏切られて死んだ者ばかり。恨みを晴らしとうございます。余命で惨劇を見物しとうございます。ならばもっと冴えた細胞を採集してこい。それには邪魔者が目障りだ。ザボーガ、なんだか無理やり拍手させたみたいだな。すまん。あ、さすがの運動神経だな、大門君。言ったければ秘密警察というのがどれだけの能力を持っているのか確かめたかったんだよ。なぜ僕を尾行するんですか。今の我々には大門君、君の力が必要なんだ。だが君を見ていると任務のためというよりも何か個人的な怒りのために戦っているような気がしてならない。僕はシグマの野望から人々を守りたい、それだけです。私はね、君の良き理解者でいたいんだ。でも若さゆえ君が暴走してしまいそうで怖いんだよ。暴走？意味が分かりませんね。行くぞ、ザボーガ。確かに俺は個人的な理由でシグマへの怒りを抱えていた。それは父を殺したシグマへの復讐心だった。父はロボット研究でノーベル賞を受賞した科学者だった。俺は双子として生まれたが、母親は死産して男で一つで育てられた。見事だ。父はあらゆるものをロボットに変えられる物質ダイモニウムの研究に没頭していたが、それでも俺たち息子を一生懸命育てようとした。というか母の代わりとして俺たちに母乳まで飲ませて育ててくれたんだ。その母乳が原因かわからないが、俺の弟は父が研究に没頭している間に病気で死んでしまった。父の悲しみがどのくらいのものだったのか今となってはわからない。それからも父は研究を続け、新たにロボットの開発まで始めた。父さん、父さん、俺空手の選手権で黒帯取ったんだ。やかましい。
研究の邪魔するな。父さんを喜ばせようと頑張ったのに褒めてくれないのかよ。お前に費やす時間などない。部屋で菓子でも食ってろ。俺を一人ぼっちにさせやがって。そんなに研究ばっかりするなら死んだ弟を蘇らせてくれよ。なんだと。なんで俺を作ったんだバカ野郎。父の元から飛び出した俺は、寂しさを紛らわすため約10年闇雲に空手を特訓した。確かに俺は甘かった。その頃父がシグマに襲われていたのだから。ここはどうだ。お前たちの狙いは何だ。このダイモニウムを手に入れるためです。ダイモ博士、私はあなたを同じ科学者として尊敬しておりましたよ。悪の実は貴様のような奴に大物にも渡すくらいなら大男に恥ずかしめを受けないと方がマシだ。ならば思い通りにしてあげましょう。お前も台に作り変えてやる。危なくて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 本気で恥ずかしめるのか。離せ、そこはつまむな。おい、おい、ダイモン、あれお前の親父じゃないか。誰か助けてくれ。父さん、見ての通り、私は今絶対絶命のピンチに陥っている。だが私は奴らの手に落ちたりはしない。だからこうするんだ。落ちたぞ。いい大人が見せる姿じゃありません。こうして父は無残に殺された。俺は父の遺品を整理するため研究室に戻った。おい豊かよ、いつまでもメソメソしているんじゃない。父さん。豊かよ、どんなことがあろうとシグマの計画を阻止するんだ。え、でもどうやって。それはな、見ろ。このロボットはザボーガーだ。お前の弟の遺伝子を原動力として、すなわちお前とザボーガーは兄弟だ。兄弟、そうか。父さんは俺のために20年間研究に没頭していたというのか。俺のために。いいか豊か、お前が思った正義を貫き通せ。ザボーガーと共に。またシグマが動き出したか。ザボーガー、ヘリキャッツ。
人ザボーガー。よし、ヘリキャットについていくぞ。ヘリキャット、ジーンの車を発見できたか。あれがシグマの車か。ミスボーグめ。ヘリキャット、その車を逃すな。俺はやつら逃さん。なんだあのヘリコプターは。ダイモン、ゴキブリのようにうろちょろしよって。私は愚か。彼女まで捕まえて一体どうするつもりだ。先生が愛人と密会なんてしているのが悪いんですよ。先生、私何されるの？拷問？若杉議員、特に次期総裁選候補であるあなたは逃したくないんです。自分のプライドのためにも細胞は全て。うわぁ！サイボーグイロボットありたいな。この二人をごちそうに押し、ちょっと待て。話を聞けいいか。ここにいるこの女は元ミスユニバースだぞ。しかもな、大学院まで行っているいい女だ。カッチャー、お前壊れろ。ひどい先生、ひどい。うるさい。早く私を解放してくれ。それならいくらでもやるぞ。こいつを早く私を逃してくれ。ちょっと何すんの。自分の都合しか考えない男が一番嫌いなんだ。あんたの細胞なんか欲しくなくなった。むしろ殺してやりたいわ。待て。チェンジザボーガー。おのれダイモン、ありたいな。行け。大丈夫ですか。シグマ、人を殺してはいけない。殺すな。
はずるいね。絵柄は俺たちのものだ。ヒデオキングアフリカ、お前の実力を見せてやれ。なんだお前は。なんだこれは。いつか連れてくる。どうすればいいんだ。クソ離せ。大丈夫ですか？助けてくれ！サイボーグブルドッグブルガンダーだ。ブルガンダー、ブル遅い。ブルガンダー、ドッグも見捨てようとしたわね。さあ、ジキ、あ、くブーメランカッター。
やったぞ。危険にさらされている。不思議な男もいたもんだ。ザボー、いけ。ここは通さず。ザボガ、やったな。ダイモン君、よくやったね。さすがザボガだ。ええ。早く解けよ。一体君ら警察は何をやっとるんだ。この私を二度も危険な目にさらしておいてもらう。議員、一連の不祥事の責任は全てこの自分になります。ですから自分一人が処分を受けます。ゲーム違う。一番処分を受けるべきはこのジーパン男だ。特殊な能力があるというから高額な予算で秘密警察を創設したが、このざまは何だ。あの女性を救えなかったことは不覚でした。すいません。長門、あの女のことは二度と口にするな。私はあの時一人でいたんだ。議員、あなたはわざと女性を突き飛ばしたのではありませんか。大門君、なんだと。もっぺん言ってみろ。都合が悪くなったから女性を死なせたんではありませんか。それ以上やめろ。逆ギレか。いいか、貴様ごとき私の指一本で路頭に迷わせることだってできるんだからな。何、日本を支えようという方がそんな卑怯でいいんですか。何だ。違う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 。ダイモンに優しくされて動揺するお前は見たくなかったぞ。見てたんだ、上空から。
いたて誤解です。だ動揺なんて。キャッキャッキャッお前はな、男に捨てられて死んだ女の細胞から作り上げたんだ。哀れに思ってよみがえらせた私抜きでは存在大丈夫だ。サイボーグにしていただいたことは感謝しています。ただこの体は辛すぎます。そうだ。あれ、かつてお前を振った男に変えてやったぞ。いや、そいつの顔は嫌。トラウマをよみがえらせてやる。辛い。次の人やった。1ヶ月の謹慎か。でもあんな嫌な奴が政治を犯してるなんて。謹慎なんて気にすんなよ。あれなんてシャツだぞ。だけどね、大門君、僕らは人と法律を守るのが仕事なんだ。救う相手がどんな性格だろうとそんなことは関係ない。でも君はいくつかね。22歳です。君の考える正義というのはまだ頭の中で収まりすぎているんだよ。世の中はそんなに簡単に線引きができるほど単純なもんじゃない。いいかい、シグマの本来の狙いは大量殺戮であり、またその準備段階だ。今その権力者を守ることが人類を救うことになるとは思わないだろ。つまり若杉議員に頭を下げ続けろということですか。嫌ですよ。まあ落ち着けってよ。大門、落ち込んでいるな。これが見れただけでも尾行した甲斐があったぞ。ザボーガ、俺の味方なのはお前だけだ。機械であろうと血の絆をお前に感じている。お前もそう思うなら俺を殴ってカツを入れてくれ。ザボーガパンチオン。違う、もっと血が出るくらいまで殴ってくれ。絆を実感したいんだ。いいぞザボーガ。おっもっとだ、もっとだ。こんなに号泣したのは久しぶりだった。こいつとなら地獄行き特急列車に乗ってもいいと思えたんだ。父さん、正義を貫くことの意味が分からなくなってきたよ。大門、どうせ墓参りに来ているだろうとすぐに察しがついたよ。まだ親離れできないのかい。ミスボーグ、なんだその奇妙なバイクは。情け無用のメスバイク、ブラックホークスだ。お前に情けをかけられたことが尺で決着をつけに来たのさ。助けてもらっておいて逆恨みなんて根性悪いぞ。神経逆なでする男だね。チェンジブラックホークス。チェンジザボーガー、ゴー。よし、やれ。ほーら、どこ狙ってるんだ。Yeah!
ったダイモン、飛び抜かれてる攻撃してきなよ。やん、女に手を出すなんて男として一番恥ずかしいことだ。綺麗事さ、女扱いすることが逆に気づかせるのが忘れないのかい。刺され、殺さ、刺さった、なぜ避けなかった。刺さると言われたから従ったまるだ。なに、さっきのアスマン、事故みたいなもので。なんでお前が謝るんだ。傷までつけられて人が良すぎるぞ。頼む、もう権力者を襲うのやめてくれ。お前が自分を信じているように私も己の道を生きているだけさ。本当にそれがやるべきことなのか。お前が俺の側で生まれてきたら案外話した気がするんだ。なぜそう思う。どこか自分と似ている気がするんだ。居場所を見つけられないモヤモヤとしたところが不思議だな。私も同じことを感じていた。そうか、じゃあ一緒にジュースで乾杯でもするか。乾杯ってなんだ。人間的にはこういうことか。ダイモン、お前を機械の肌で感じたいんだ。ダイモン、俺も同じだ。初めての経験だが受けてたんです。何か見えない力に惹かれるように闇雲に求め合った。人間と細胞、交わるはずのない二人が渡ってはいけない一線を乗り越えていることはもちろん分かっていた。だが止めることは不可能だった。ダイモン。何。私は明日次の総裁選に出馬する政治家たちを全員襲撃する。若杉もよ。何だって。あなたは若杉と私どっち側に来てくれるの。俺は何だその目は。俺を軽蔑してるのか。次の計画はどうなった。はい、順調です。でもな、
お前の体から人間の体臭がプンプン漂ってくるのはどういうことかな？アタイラはミス・ボーグお姉様の計画を援護するために製造されたミス・ラガーズさ。小ネズミさえも我らのスクラムで逃さない。ただしお姉様が計画に迷ったり逃げたりしたら、いやっ、おい、即お姉様を敵とみなし、ペシャンコにして処刑するよ。なに、えい、任務を全うしな。世界を破壊するのと同じくらい嫉妬することは楽しいな。若杉の車が妙な建物に入っていったぞ。何をするつもりだ。ザボーガーヘリキャッツ。よし、あの車の窓を覗け。なんだあの男たちは。このケースは。ヘリキャッツ、映像ズームしろ。金。若すぎるやつ、一体何を企んでいる。ダイモン、お前謹慎の身だろう。警部、若すぎ議員は押し越し、うさんくさい奴らと何かを進めようとしています。早く彼らの捜査を。それは難しいかもしれないな。なぜです。上からのお達しなんだよ。なんだって。若杉議員は確実に総理に当選する。それさえも国が変えたシナリオで決まってるんだ。虚しいことだがね。それを黙って見せて。守る立場だからね。何をするんですか。すまない、私には妻と娘がいる。職を失わずに家族を守ることも私には大事なことなんだ。バカ野郎、それが正義か。正常なのに。大門、嫌なことすんなよ。今から約束通り計画を実行するわ。やめろ、やっぱり賛成はできない。これ以上悪事は働かないでくれ。悪事じゃないわ、ライフワークよ。僕と君は愛し合っている。それだけで十分じゃないのか。ダイモン、女ってね、自分の周囲を破滅まで追い込まないと愛が実感できないのよ。やりたくないよ、その抽象的なもの。始めるわ。待ってくれ。5秒前、4、3、2。若すぎか。あいつがいると議会がいつも暑苦しくなってかなわん。なんか目の覚める水着美女が議会に現れんかな。ふん、スケベハギが何言ってんだ。議会に水着美女だなんて。なあ、
大臣だぞ。黙れ。ほら、黙れ。ちゃんと参りな。連れて参りました、お姉様。よし、即全員をシグマ城に吸い込み、細胞を採取しよう。お前らひざまずけ。大門、敵は殺すべしです、お姉様。うん、なあ、やめろ、ミスモーグ、やめるんだ。はい、うん、はい、はい、何としてでもこの人たちを守るぞ。なんだ、またお前か。私が誘拐されるのはこれで3度目だぞ。疲れるよ。なぜシグマを阻止しなかったんだ。ふざけるな。謹慎に察したのはお前じゃないか。本当はな、お前なんか見捨ててやりたいんだ。この葛藤がわかるか。大門、白の宮、ようやく正義の矛盾が分かるようになったか。俺も昔は生真面目な科学者だったよ。10年前国に命じられ秘密兵器を作らされた。だが実験は失敗し、それを隠蔽するため俺は国に殺されかけた。こんな風にな。以来俺は誰も信じられなくなり、こんな世の中潰してやると誓った。大門、今のお前はその時の俺に近いはずだ。お前もシグマにならんか。そうすれば愛するミス・ボーグと共犯になれるぞ。ダイモン、あなたが信じられる正義はこっちにあるわ。どっちにつくんだ、ダイモン。一体何が起ころうとしてるんだ。愚かな人間どもめ、我らシグマが攻撃してやるぞ。行け。Thank you.
どういうことだ大門君、やめさせてくれ。どうした佐藤が、やるんだ。どうした佐藤は。あったどうした佐藤が、殴れ、戦うんだ。どうして、なったら佐藤、やめろ。大門君、正気に戻れ。わとわだ。うわわ。そうか、お前、自分の意志で動き出したのか。俺がシグマに惑わされるのを阻止しようというのか。そこは、お前、泣いているのか。泣いているのか。こうして俺は自分の心が揺らいだせいで全てを失った。あの時少なくともそう感じていた。しかしここからが本当の始まりであろうとはその時は思いもよらなかったんだ。
かった。おいこら、なんで急ブレーキを踏んだんだ、このバカ大門。いや、おばあさんを引きそうになってしまいましたし、それが正義かなと思ったんで。運転手の分際で口答えをしたか。クビだ。出ていけ。待ってください、ちょっと。クビだけは勘弁してください。至らないところは改めますんで。秘密警察の辞職になったお前を雇って25年、だからもう我慢でき、堪忍袋のが切れた。いい年ぶっこいて、いつまでジーンズで決めてんだ。行くぞ。格好悪い。そう、ジーンズは何かと動きやすいんだ。第2部、ハエロダイモン人生の海を。あれから25年、時代も俺も見間違うぐらい変わった。若杉は総理大臣になり、核を日本が所有することを推進させ、地方には次々と原発とミサイル基地が建設されていった。国家の犯罪に誰も反発できない時代になっていた。ザボーが。いやあ、大門君じゃないか。久しぶりだな。会いたかったよ。25年ぶりか、大門。お前も顔ずいぶん変わったな。別人みたいだな。まあ我々もいろいろと変化したけどね。はあ、大門君、君が去ってから私たちも刑事を辞めさせられたよ。若杉の出世と反比例して身の懐がなくなっていったよ。妻と娘も出ていったしね。それで新田さんの提案で俺たちニコニコ同盟って会を開くことにしたんだ。ニコニコ同盟。全て失っても人間は笑顔でいるべきだって悟ったんだよね。大門君、君も一緒にニコニコしてみないか。でも俺。あ、うわ、またやつらか。行くぞ。急げ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 。ああ、シグマの誘拐はいつまで続くのかな。刑事で亡くなった俺たちにはとっくに関係ないですよ。そうだ、今の俺には関係ない、関係ないんだ。さすが天才科学者の細胞だが、25年かけてようやく完成の時が近づいてきたな、秋月。アクロミア様、喘息は大丈夫でございますか。お前は先代の女サイボーグみたいにヘマや裏切りがないから頼もしいぞ。ありがとうございます。アクロミア様、ご覧ください。このレディーボール、アキコこそ巨大ロボットの中枢神経として適任であります。アキコ、こんなに美しく育つの、さすが人間の血が通うサイボーグだ。アキコの破壊本能が覚醒したとき、世界壊滅計画がようやく始まるのです。何をしやがる。おい、
を捕まえろ。おい秋月、焦らんでいい。秋子が逃げるところは察しがつく。考えられるのは一つだけだよ。仕事がない。ここは職業安定所だろ。そうおっしゃられても今不況なんでない時も多いんです。住所がないのもね。事務所を差し押さえられ、仕事もクビになって一文なしなんだよ。でもね、仕事探すのにヘルメットかぶったままって問題よ。あなたどこの面接でも落ちますよ。なんだと。なんだ、警察呼ぶぞ。警察？日本を守ってきた俺を警察に差し出すのか。誰だ。最低だな、大門豊か。そのバイクは愚かな女サイボーグの遺品さ。お前がそいつとできてた男らしいが、そこまで落ちぶれてたとはな。なんだと。名を名乗れ。俺は秋月健。大門、貴様をおとりとして捕らえに来たぞ。俺をおとりだと。君は分からんが、かかってこい。なんで乗ったんやこれ。早く降りてきなさい。警察呼びましたよ。桐生、三打蹴り、とう。腰の筋違えた。今だ、必殺サンダーパンチ。まぶしい。あー、なんだこれは。目が悪くなるじゃないか。ふっ、おっさん、とどめを刺してやるぜ。待て、シュークリームの食べ過ぎで糖尿病を患ってるんだ。インシュリンを打つまで待て。インシュリンだと。説明しよう。インシュリン注射とは、糖尿病で血液のコントロールができなくなるときに打って血糖値を下げる注射である。もう大丈夫だ。それがどうした。糖尿なんだ、糖尿なんだ、糖尿なんだ。君は誰だ。私、アキコ。細かいことは後よ。邪魔だ。アキコ、やはりあの男の前に現れたか。ああ、怖い。そのまま私の脳にインプットされてるのよ。お父さん。え？今なんて言った？そうよ、私はあなたとサイボーグの母から作り出された娘、アキコよ。娘？アホなことを言うな。私はシグマ城の研究室で育てられたの。合成樹脂で作られた自分の肌が嫌いで、私のことを作った父さんのことがずっと憎かった。でも、あ、腰の筋が温かい。あなたに触れて人間の体温を知りたかった。想像より
そんな機能があるなんて知らなかった。知ってた。知ってたらサイボーグなんて愛さなかったって言いたいの。ひどい。ひどいよー。うわに彼女は渡さんぞ。何があっても。そうか、ならば切り札を使うしかないな。よし、出てこい。ザボーガー、なぜだ。爆破したザボーガーのパーツを集めて修復し、俺の指令を聞くように改造したのだ。ザボーガー自身も俺に操作されることを望んでいる。なぜなら昔お前はこいつを裏切ったそうじゃないか。確かに俺はよく聞け。ザボーガーもミスボーグもお前に失望し恨んでいるのだ。違う、それは違うわ。行け、ザボーガー。やめて。やめてくれよ。いつからだよ。お父さん、行かせんぞ。くれよ、戦うじゃないか。お父さん、ゲームのか、痛いじゃないか。ザボーガー、頼む、許してくれ。聞こえるか。もしもし、もしもし。お前の言うことなどもう聞かないのだ。めっちゃ怒ってるからな。食べたしたてで。よし。ヒユ、カズラ落とせ。さあ、死ぬ、大門。もうやめて。自分の父親を殺してもいいの。兄さん、今何と言った。まさかあなたは大門豊の息子よ。双子として生まれてきたのよ、私と同じ球体の中で。嘘だ。俺は人間だ。そうよ、兄さんは父さんの細胞のみで形成されてるの。俺の息子なのか。証拠は何だ。信じないぞ、バカモンが。信じるもんだ。
ここに来るのに人目につかなかっただろうな。人聞き悪いですね。この25年間あなたに邪魔な人物をどれだけシグマが始末していったかお忘れですか。その代わりに膨大な資源や研究費を提供したじゃないか。南部に作ってる外国基地を破壊する計画ですが、総理の希望通り数日後には決行いたしますよ。今後起きる世界テロの全てはお前たちの仕業にするからな。よろしいか。どうぞ。ありがとう。バカバカしいぞ。なんだと。何が世界の復讐だ。政治家と癒着して資金調達してるだけじゃねえか。ずっと孤児だった俺をあんたが拾ってくれたと信じてたけど違った。あんたは大門を妬み実の息子と戦わせて楽しんでるセコい野郎だ。そうだ、面白い見せ物だ。なんだと。反抗すると頭の鉄の輪から電流が流れる仕掛けなんだよ、アキツキ。お前は私から逃れられん。大門君、ザボーガー懐かしいな。すいません、強引に押しかけてしまって。いやいや、いいんだよ。こうして男さんにむさ苦しく暮らしてるんだ。綺麗なお嬢さんに来てもらえると華やかになるよ。なんなら何か手伝いますか。やるよ。大丈夫です。修理なんかやめてくれよ。俺はザボーガーに恨まれて当然なんだよ。どうして。お母さんもザボーガーもお父さんのことを憎んだりしてない。むしろもう一度立ち上がってほしいって思ってる。え？私の体の中でお母さんの細胞がそう言ってる。お父さんにはザボーガーが必要だって。昔みたいな熱い気持ち取り戻してほしいって。だからザボーガーに私を壊してほしいの。なんで。もう時間がないわ。私理性を保てる限界が来ている。だってもう我慢できない。そんな姿を晒すなんて。どんな姿。よし見よう。あらあああ、なんだこの光景は。すいません、成長期なもんで。うそ。ザボーガーで早く私を。そんなことさせられないよ。だったらお父さん、直接私を壊してこのハンマーで今すぐ。俺が。私、街を破壊する殺人ロボットになんてなりたくない。そうなるよりお父さんに壊してもらう方が本望よ。そうすれば多くの犠牲者を出さなくて済むわ。それがお父さんの信じていた正義じゃない。俺にはお前を壊せない。どうして。お前に情が移ってきたからだ。お前のことはまた娘に見えてきた。ずるいよ。私もう止められなくなるんだから。女の子だぞ。得したな。前向きに考えろ。何かするぞ。私thank you.
覚醒する時がやってきたんだよ。前の妹は最強殺人兵器だった。喜べ。私は亜希子の中に入る。とも癒着しないのだ。平等に破壊するのだ。千代田区永田町に出現した巨大生物は国会議事堂を破壊した後、都内各所に甚大な被害を。日本を破壊し始めた。現在もなお破壊行動を続けています。じゃん。さあニコニコ同盟出動の時がやってきたぞ。ニッタさん、何ですかその格好は。かっての君を見習ってね、笑顔で戦えるようにコスチュームをこしらえておいたのさ。私たちはもう刑事じゃない。誰からも望まれていない。だけどこんなおせっかいがいてもいいんじゃないかな。大門君、新田さん、新田さん、ファイトください。そうだ、俺も。こうか、笑顔を忘れず戦うぞ。高性能電磁波で世界が壊滅していく。自分が紙切れぐらいの価値しかないと思うなら、どんなことでも恐れずに立ち向かえるはずだ。俺はダメな自分に用だけのカッコつけだったよ。アキコ、ザボが。ああ、父さんだけど、今どこにいる？早く逃げなさい。え？
おせっかいって。もしもし。こんな危機の時ぐらい心を開いてほしかったけどね。新田さん、俺事故で足を怪我してからもう何の役にも立たない雑草になったと思ってました。でもあなたと一緒にいて雑草でも大切な人を守れるって知りました。雑草は見えないところで花を咲かすものだよ。生身の人間だって奇跡を起こせます。こんな風に。父さんが笑顔のうちに逃げてくれ。サボーガー、もう一度俺と戦うのなら元の心を取り戻してくれ。神聖ザボーガーだ。俺とお前は兄弟だ。地獄の底まで一緒だぞ。チェンジストロングザボーガー、ゴー。赤いシグナル非常のサイン、大門、俺に貴様の血が流れていようが関係ない。俺は一人の男として貴様を先に行かせるわけにはいかん。分かった。俺も貴様が息子であろうと情には流されんぞ。俺を止めるなら容赦せん。勝負だ大門。おう。見せてごらん。大門、
丈夫か？お父さん、ハキコ、引っ張れ。犠牲を失うな。アキコはもうお前が知っているアキコじゃないんだ。違う、アキコは自分に勝てる。俺は信じてる。貴様みたいな男が親父であったことはお前が死んだ瞬間に忘れてやる。やれ、息子が親父を突き落としてついでに娘が日本を全滅させて。ザボーガー、例のやつを使え。ザボーガー、そうだ、ストロングザボーガーにはジェットエンジンを搭載していたのを思い出したんだ。くそ、ブラックホーク攻めろ。ザボーガ、ありがとう。父さん、内部への入り口は私の首の裏よ。急いで、早く悪の宮を倒さないと。分かった。チキショー、チキショー。秋月、捕まれ。嫌だ。貴様に情をかけられるくらいなら俺は死を選ぶ。そんな惨めな生き方をするために生まれてきたんじゃない。これは父さんが俺に言った言葉と同じだ。何？行け、もう行ってくれ。これ以上俺に負けを認めさせるな。分かった、お前の意思を尊重してやる。これが
父として唯一できることだ。ザボーガ、行くぞ。けど手ごわいぞ。たった数秒でロボットの神経組織を食いちぎってしまうからな。アクノミア、直接戦えるこの時を待っていたぞ。父の復讐がいつの間にか人類すべてへの復讐へと変わり、憎しみが増してるぞ。25年間お前に何ができた。己の無力さを思い知っただけだろう。ワージャー、ワージャの愛も知った。愛は辛く厳しいことも学んだ。だがお前は愛を得られない苛立ちを破壊することで逃げてるだけだ。分かってくれよ、シラ。この世に生きる価値のある人間などいないのだ。違う。糖尿でもポンコツでも必死に道を歩けば最後の1秒まで戦うことができるんだ。だから負けるな、ザボーガー。納得できるならありだよな、親父。
早く決めろよ。ポンコツロボットとさ、二人で一人なんだろ。そうだ、行くぞザボーガー。おお、いやのね。嬉しいわ。俺はお前の父親として愛するがゆえに破壊する。ありがとう。嬉しくて涙が出そう。ジャンボメカの頭脳ファイルの中よ。この爆発によってあなたはサイボーグとしての細胞を失い、完全な人間として現実に戻るの。本当なの？もう戦うことはないわ。でもこれからは生身の人間として傷つきながらも懸命に生きていくのよ。大丈夫、あなたならできる。お前たちどうするつもりだ、これから。兄さんと旅に出るわ。どこに何をしに行くかは兄さん次第かな。あんたと同じ方向の道には行かないさ。ただ心の向きは一緒かもな。本当は父さんと一緒にいたいけど、離れて過ごした方が大切にできるような気がして。
そうか、達者でな。あんたどうすんだ。その体じゃ無理効かないし、信念貫くにも限界があるだろ大門。何言ってやがるんだ。俺は神様がタイムオーバーを告げる最後の1秒まで平和を守るぜ。ザボーガンと一緒にや。人生にタイムリミットはない。悪がある限り俺は自主的に立ち向かう。たとえ90歳になろうと。それが俺の正義、俺の相棒、それがデンジ・ザ・ボーガー。パラリン・ザ・ボーガー、ゴー！